エリアは、旧約聖書に登場する預言者。エリアとは、ヘブライ語で、ヤハウェは我が雷のい列王期に、長見へ、バール崇拝への熱心な反対者、ヤハウェ信仰の守護者として描かれる。新約聖書、ヨハネによる福音書では、旧約聖書を代表する預言者として言及される。イスラーム教においては、イルヤースとしてクルアーンに記述される預言者。 エリア、1638、ホセデリベーラ作はじめギレアデの弟子ベに住み、アハブがイスラエル王国の王であったとき、予言活動を開始した。エリアがサマリア地方を去って、ヨルダン東岸のケリテ川のほとりに3年住んだ間、王国には雨がなく、飢饉が激しかった。エリアはイスラエルに戻ると、アハブに求めて、バールの予言者450人、 アシュラの預言者400人、イゼベルの食卓で食事する、者たちとの競争を行った。バールの預言者たちとエリアはカルメル山に祭壇を築いて、それぞれの神に祈ったところ、バールからは、何の答えもなく、エリアの神の海が、天から火を降らせるという奇跡をなした。直後に、エリアは、バールの預言者を捉えるよう指示を出し、バールの預言者たちは捉らえられて処刑された。 その時種の火が下って、繁栽と、竹木と、石と、塵とを焼き尽くし、また溝の水を舐め尽くした。民は、南て、ひれ伏していった、主が神である。主が神である。エリアは彼らに言った、バールの預言者を捕らえよ。その一人も逃がしてはならない。そこで彼らを捕らえたので、エリアは彼らをキション側に連れ下って、そこで彼らを殺した。 列王記上十八章三十八節から四十節。その後雨が降ったが、これを聞いたイゼベルは怒り、エリアは、イゼベルの怒りを避けて、ユダのベール芝居逃れた後、ホレブ山に身を隠した。ホレブ山で、ヤーウェの言葉を受けた後、エリアは、ホレブを去った。その言葉とは、ダマスコスのハザエルを、シリアの王に、エヒを、イスラエルの王に、エリシャを、自分の後継者となる預言者として、 それぞれに油を注ぐ命であった。ホレブ山を降りたエリアはエリシャと会い、これを後継者とした。アハブがエズレルの人ナボテのブドウ畑を不当に干し、イゼベルが無実の罪を着せてナボテを殺害したとき、エリアはアハブに会い、アハブが不当にナボテの畑を取ったことを責める神の言葉を伝えて、アハブとその家が滅びると予言した。アハブは悔いたため、 わざわいがアハブの身に直接及ばず、その子の代に下るとの予言がエリアに下った。後にエリアはつむじ風に乗って天にあげられ、エリシャはエリアが火の馬が引く火の戦車に乗って天に登るのを見た。二人は後二度と会わなかった。シリアのハザエルはエリシャと会って、その予言を聞いた後、王、ベネハダでおがいして、 王位を奪い、エヒューはエリシャに油注がれた後、反乱して、アハブの子ヨラムより王位を奪って、イスラエルの王となった。ユダヤ教では、モーセ以後、最大の預言者とみなされた。イエス・キリストの変容の際、エリアは、モーセと並んで、イエスの傍らにあったものとして書かれていることにも、その位置づけの大きさが伺われる。エリアの死が、聖書に記載されていないことから、 一世紀当時、エリアが再来するとの伝承があったことが、新約聖書などから知られる。洗礼者ヨハネも、イエス・キリストも、一部からは、エリアの再来とみなされたようである。これは、メシア予言と複合して、来たるべき、救世主の再来を告げるものとされた。福音書は、洗礼者ヨハネをこれに否定して書かれている。 十字架上のキリストの最後の七つの言葉のうち第四の言葉が、見物人にはエリアを呼んでいると誤解された言葉として残る。そして三時頃にイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、デマ、サバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そこに立っていた、ある人々が、これを聞いていった。 あれはエリアを呼んでいるのだ。するとすぐ、彼らのうちの一人が走り寄って、海面を取り、それに水分同士を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の人々は言った、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか、見ていよう。マタイによる、福音書、第27章第46節第54節。そして3時に、イエスは大声で、エロい、エロい、ラマ。 砂漠谷と叫ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。すると、そばに立っていた、ある人々が、これを聞いていった。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走って行き、海面に水分同士を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか、見ていよう。 マルコによる福音書第15章第34節第39節ありがとうございます。